こう取りまして、はい、こうすると、こうするともう映っているので、よし、こんな感じですか。あ、これで映ってるんですよ、もうビデオで。ここからもう普通に動画で撮る感じです。まあ普通喋ってでしょ。そうです、そうです、そうです。でもいつもですね、初めにやることがありまして、はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は2012年の8月27日の月曜日ということで、今日は、神戸のコワーキングスペース、日本で一番初めにコワーキングスペースっていう名前をつけた、ね、という名前をつけたあのカフーツの伊藤さんにお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。というのをいつも初めにやってます。はい。はいはい、で、まあ、あとはもう普通に進めていく感じですね。喋っていく感じ。これも撮ってるの？これも撮ってます。はい。はい、はい、これ普通に映って、はい、でここで映ったのを普通に YouTube に上げて、 YouTube に上げたものをその書き文章に書き起こしてブログにするふうに考えてます、うん、はい、ってことで、はい、1年ぶりですね。そうやね。はい、ワード、ま、前はワードプレスでしたっけね、はい、ワードプレスです。ああ、はい、神戸芸工大のキャンプか。そうです、あの時に、はい、ここに伺って、あの時マキさんの時だったかな。マキさん、そうです、そうです、そうです、ね、うん、はい、あの時以来ですね。もう1年になりますか。あれも1年ですね。早い。あれ去年の9月ですから、早いですね。早いね。早いですね。うわ、はい、その間にいろいろたくさんの水をが橋の下に流れてきましたね。そうですか。ね、その倉庫をしてる間にもコワーキングスペースもいっぱいできましたよね。できましたよ。すごい、はい、東京すごいですね。東京すごいですね。毎週ちょっともう、なんですかね、あれは。毎週ね。毎週できてますね。この間、はい、ジャッキーさんが、はい、さん調べたら190いくつ、200近くあるって言ってて、はいはい、ちょっとずらっとこう羅列リスト作ってはったんですけどね、うん、見ました、エクセルでまとめてましたね、うん、すごいわ、すごいですね。その辺の話も後でぜひ聞かせていただければと思うんですけど、うん、あんまり僕は分かってないかもしれないですけど、まずそのこう伊藤さんのその自己紹介と、はい、まあ、とはいえ、まあ、見てる方はから、初めての方も多いと思うんで、はい、自己紹介とあとどうしてそのコワーキングスペースを始められたかっていうのを少しお伺いできればと思うんですけど、はい、はい、僕はそのそもそもネットショップを始めて、はい、そのウェブの業界に入ってきたんですけど、はい、うん、それまでは、まあ、会社員だったんですけどね、はい、まあ、会社員というか、まあ、会社やってたりとかしてたんですけど、はい、そうこうするうちにその、まあ、最初はもう身を見まねですよね、うん、そうですよね、そのやりたいことははっきりしてたんで、はい、それをまあ商品として扱うように、はい、そのしかも一人で何かやろうと思ったんで、はい、そうするとインターネットだと思ったんで、はい、で僕インターネット世界業界入る2年ぐらい前までパソコンも触ったことなかったんですよね、はいはいはい、それいつ頃ですか。1999年。あ、結構早い段階ですね。99年、はいはい、いえ、でも95年頃でしょ、 Windows も Windows って言いましたね、はいはい、その頃は全然意味分かってないし、興味もありませんでしたしね、はい、で会社で、まあ、その若い子らがいるんで、まあ、若い女性がいらっしゃる、その頃はね、うん、まあ、原稿書いて売っといてっていう、それぐらいのひどいレベルだったんです、はいはい、ただその若い女の子には僕実は今からかなと非常に、お世話になって、お世話とかその恩義があって、はいはい、その人のおかげでインターネットで知ったんですよ、うん、意味を、はいはい、テレビでこうあの Windows なんとかとかでやったり知ってたんですけどね、はいはい、全然分かってなかったんだけど、はい、彼女はこうパチパチやからポロッと一言言ったのが、うん、伊藤さんこのパソコンって今あれですよ、あのインターネットできるんですよ、インターネットって何よって言ったら、うん、他の人と通信できるんですって言ったんですね、はいはい、それでえっと思ってまあ当時はそうですよね、そう、はいはい、パソコンがその通信機器としてはい、その機能するなんてことは全然発想なかったんで、うん、あ、パソコンあったけど、あったけど人とそうやり取りできるツール、パソコン通信なんかも知られませんでしたしね、はいはいはい、そんなことがもう起こってるのかと思って急にいろんなことが頭がぐるぐる巡って、うんうんうん、で慌ててそのパソコン買いに行って、うんうん、でその子にちょっといろいろ教えてもらって、うんうんうん、まあ遅かったらそれピーヒャラヒャラって言ってた時代だから、そうですよね、ISDL の頃かな、いやいや、まだその前、その前ですか、テレ放題の時代ですね、
あ、そうそう、だから、はい、夜になると夜になると安いもう夜まで待ってそうですね、はい、なことやってたんですけど、ね、まあ、はい、そうやってみるとなかなかこれすごいと思ったんですよね、はい、これ使えるなと思って、はい、というか使えるとこう世の中変わるなと思ってね、うんうんうん、でまあその後にちょっとまあ会社辞めて、はい、会社辞めた時実は自分で何やるかってビジネスプラン一つもなかったんですよ、うんうんうん、だけど手元にあったらパソコンがあってネットっていうのがちょっと今がずーっとこう広がっていくっていうのがまあ大体予測できたじゃないですか、はい、まあそうですね、うん、はい、で調べてみるとネットショップなんていうのはその通販サイトをね、はい、やったりする方がもうそれこそ黎明期ですよ日本は、はいはい、いくつかいらしたんで楽天さんもまだ出だした頃ちゃうから、 あそうかと思って、で僕はもともとメーカー出身なんでその、はい、まあ、自分の商品を自分でラベルつけてブランドつけて自分の好きな価格で売ってみたいと思ったんですよね、うん、その時に、ね、うん、何扱うかと思ったら僕はもともと楽器業界にいたので、はい、楽器やったら分かるなと思って、はい、まあ、その時の判断も間違ってないと思うんですけど自分の自信がないものやったらいかんと思ったんですよね、まあ、そうですね、でなおかつその、楽器ってたくさんあるでしょ、はい、だから僕一番好きなのはギターなんで、はい、ギターでもエレクトリックとかいろいろありますから、それも生、はい、あのアコースギターにもう絞りに絞って、はい、で始めたんですよ。入り口これですかギター、うん、これはちょっとうちの製品じゃないんだけど、あ、はいはい、あのまあ、昔お世話になったメーカーさんの製品なんで、はいはい、まあ、そこともちょっと一時期こう提携したりして、うでそれが99年ですよ。99年、はい、ああ自分で始められて、そう、はあ、その時ホームページは自分もよく作れないんで、はいはい、知り合いの知り合いを頼って作っていただいて、はいはいはい、でただ作っていただいたのはいいんだけど始めてみるとほら、こう変えたりああいう変えたりとか更新したりとかいろいろあるじゃないですか。ありますね、ね、はい、改良したりと、うん、もしかするとそれは自分だけが変えると思ってたけど本当は変えるかもしれないんだけどはい、はい、ってなことをその制作の方とやり取りするうちにこうなんていうか、はい、やっぱりタイムラグでしょ、俺の話が1週間どうか経ってから、はいとか帰ってくるからね、はいはい、いやその間にいろいろこうその、まあ、ビジネスだからいろいろ考えてやっぱこうしたああしたっていろいろアイデアが出るじゃないですか、うんうんうん、それのやり取りが非常にこうまあ煩雑になってきたのと、うんうん、その時間が空くのがちょっともう耐えきれなくなって、うんうん、で向こうは向こうでさっきそう言ったでしょみたいな、まあそうですね、はいはい、言ったから作ったのにってみたいなでしょ、あ、こういうのはちょっとまずいなと思って、それで、はい、そんなことやるつもりなかったんだけど、はい、まあ、物の本を買ってきてですね、うんうんうん、で、あ、こうやって作るのかと思って、はい、HTML みたいなものを少しずつね、はい、勉強して、はい、で、自分でも、うん、ショップを立ち上げて作り出したんですけど、はい、もう、後半本当にもう、あれですよ、もう紙芝居みたいな話がね、でもすごい満足だったんですよ、自分の表現したもの全部出せたら、はい、そう、見てる側と思ったか知らないですけどね、はいはいはい、で、そんなことやってるうちに今度は、はい、人にこう尋ねられるなって、どうしてるのってね、うん、そしてちょこちょこ教えしてるうちに、まあ、はい、そういうのがちょっと続いていってはい、で商工会議所でどういうきっかけだったかちょっと覚えてないんですけど、うんうん、セミナーするになったんですよ、はいはい、でまあ、僕の近いとマーケティングとか、まあ、営業部畑の出身なんで、うん、デザイナーでもないですしプログラマーでもないですから、どうですかね、その技術的なことってまあなんちゃってなんですよ、まあまあ、なんちゃってって言うとあれかもしれないけど、はい、まあ、うん、まあ、そこがよりも他に専門があるから、うん、技術的なことはまあ他にプロがいる、うん、というかね、やっぱ自分でそのネットショップでビジネスやってみて分かったのは、はい、まあ、こういう言い方するとデザイナーとかプログラムで悪いんだけど、はいはい、まあ、これ見てるものの、はい、その、あの、こう、体裁とか見てくれとか、うん、確かにそう UI、UX あるんですけども、はいはい、やっぱり そこでご商売してる人が何を訴えかけていって、そうですね、でその見込みになる、まあ、お客さんの見込みになる方だとどうこう今の言葉でエンゲージするかっていう、はいはい、そっちの方がよっぽど大事だっていうことで、はい、もうやってすぐ気がついて、うん、まあ、自分でちょっと作ってる間は楽しかったんですけどね、はい、だからなんとなく自分だけ作ってて楽しいだけかなと、うん、私これもさっき言ったその見てる方がきちっと伝わってて、はい、じゃ あ, あの伊藤さんのところギターじゃ弾いてみようと思うかどうかっていうことの方が大事だと思ったんですよ。だからこのそのインターネットっていうのはそのいわゆるこうグラフィ紙系のね、うん、そのあの雑誌だとか広告だとかポスターだとかと全然違ってて、はい、これっていうのは見てる人がアクションを起こすための、うん、それこそインターフェースでしょ。そうですね、見た人がパチパチしていくような気持ちにしてもらうための、うんうん、それは仕掛けということよりもなんかこう言ってながら訴えかけるもの、うん、だからその訴えかけ方にもやっぱりノウハウがあるはずだったかなと思って、はい、うん、
それって何なのって、ね、はいはい、で僕はもともとさっきもそうだメーカーの営業マンだったんですけど、はいはい、要するに B2B だったんですよね、はい、あの特約店との取引でしたから、はい、B2C でやったことなかったんですよ。あ、ごめんなさい、その前はちょっと建築不動産業界いたから、はい、一時やったんだけど、はい、ネットで B2C なんか分からないでしょ。まあそうですね、はい、で何か方法あるかと思ってでアメリカのちょっと情報とかこう漁ってたのが、はいはい、ダイレクトマーケティングっていう、はい、その言葉に行き当たって、はい、要するに個別販売でしょ、ダイレクトですか、うん、インターネットなんてもの、はいはい、ほんでそのダイレクトマーケティングの、本を読んだりとか、はい、ネットで情報を漁ってとかして、はい、それで勉強しだしたわけ、はい、それが1999年から、ね、初めて2001年ぐらいから2年ぐらいかな、はい、商工会とかで教えられるようになったのもそのぐらいから商工会の人はその後ですね。その後ですか、やってるうちに、はい、それで、はい、そうそう、それで商工会の人がちょっときっかけを思い出せませんけど、はい、ずっとこちらの神戸の方で神戸商工会の人 で、はい、でそこで講師やらせていただいて、はい、で講師の仲間が何人かできたもんですから、はい、その方々とチーム組んで、はい、年間あ6ヶ月単位だったかな、その連続講座みたいなのを、うん、以上僕が企画提案したんですよ、はい、うん、じゃあ会社さんがそうやろうって言って喜んでますって、はいはい、で毎月1回っていうちょっと今から考えたらインターバル長いですけど、ね、1ヶ月単位で6ヶ月単位でやったかな、うん、その2年ほどやったんですね、うんうんうん、こんなことやってたんですけど、はい、だからその自分が、ね、ネットで通販やってる立場から今度お教えする立場になって、うん、なおかつ、ちょっとお教えしてると時期がこう前後するんですけど、はい、オートステップメールってメールの自動配信システムっていうのは、 はい、あれが欲しいと思って、ステップメール、ステップメール欲しいと思って、はいはい、それで、日本の中で調べるとあんまりその手頃なのがなかったんですよ。でアメリカやヨーロッパでたくさんあって、うん、2000何年後だったかな、作ったのが確かに2004年ですわ。あ、そうですか、はい、で2003年頃からそれ欲しいなと思い出して、うんうんうん、というのはあのうちの場合そのまあギターを売ってるんですけどオーダーメイドなんですよ、はい、なるほど、あるものを売ってるんじゃなくて、はいはい、で当時そのインターネットで、ギターなんてものをオーダーメイドで売るって人いなかったんで、はい、日本でね、はいはい、で僕はあの自分が作ってる職人じゃなくてうちの契約してる職人さんに作ってもらうんですけど、はいはい、でそれを始め OEM 契約みたいな感じですか。うん、まあ言ってる目がね、はいはい、あのうち の、 あの僕の考えてるこういうギターはきっといいと思うんで、うん、こういうあの演奏する人でこういう音楽弾く人にはこういうギターがいいっていうのは、はい、あのまあ自分なりにあるんで、はい、なるほど、企画をね、その企画して、うんうん、はい、でそれをその職人さんにいろいろお話しして、あ、じゃあ作ってあげましょうという話になったんで、はい、なるほど、まあ、日本でトップにしたんですよ、はい、まあ、この方とご縁できたら非常にありがたいですけどね、うん、でまあ、その方とでそれをやるに、しかしネットでしかないんで、しかも僕はあのリアル店舗なかったんで、はい、今でもないんですけどね、はい、なのでネットしかないでしょ、はい、どうやって繋いでいこうかと考えて、でオーダーメイドなんていうのは影も形もないものオーダーする人いないじゃないですか。そうですね、はい、有名ブランドでしたらね、はいはい、まあ、そうですね、その、はい、まあ、例えばギブソンだとかフ、ね、ェ、はい、ンダーだとかだったらば、まあ、大体わかりますでしょ、はいはい、だからそんな伊藤さんとかうちオールマンですか、オールマンなんて、はい、何よそれっていう、はい、で当時でしょ、はい、今と違って、そうですね、情報もないですし、そうですね、はい、だけど、僕はオーダーメイドにこだわったんですよ、うん、まあそれいくつか理由があるんですけどね、うん、でどうしようか、あ、そうだ、サンプル作ろうと思って、うん、でサンプルをその職人さんに作ってもらって、でネットでサンプル引きませんかっていう呼びかけをしたわけです、うん、それが第一ステップ、つまりそれダイレクトマーケティングのセオリーなんですね、うんうん、最初のオファーなんですよ、はい、で興味持ってくださって、はい、そのギターのサンプルをこっちが宅急便で送るんですよ、ご自宅、うんうんうん、例えば東京の人とか、鹿児島の人とかね、はいはい、ご自宅で3日間ほどもう無料で貸し出しして弾いてもらって、うんうんうん、それでその気に入っていただければ、はい、そこからそれをサンプルを、ベースしてそのカスタマイズしていくと、はいはい、例えばこう材料は何に変えるとか寸法はどうだとか、うん、あ、まあ、その塗装の色はどうするとかね、うんうんうん、そんなことを、やるとするんですね、はい、それは最終的な段階ですけど、入り口はだからそのサンプルギターを弾いてもらうということだったら、その前に、うん、そのギターを弾いて音を録音した CD を、CD あるんですかね、パソコンで焼いて無料で、はい、あのお送りしてたんですよ、はいはい、要するにダイレクトマーケティングの第一段階として興味持ってもらうと、そうですね、でなんかそういうのもあるらしいねっていうことで、はい、でじゃあそのオートサンプルをお願いしますって申し込みます、はい、そうするとその方のお名前なりご住所なり分かるじゃないですか、まあそうですね、まあ、アドレスなりね、はい、
で、その現物、CD をお送りして聴いていただいて、まあ、CDR なんでその本当の生の音ではないにしても、うんうんうん、まあはっきり言ってそのうちみたいなそのある程度レベルの高いギターを弾くようなマニアの方々っていうのは雰囲気分かってもらえるので、うん、もう雰囲気でいいんですよ、はい、で次にその雰囲気掴んでもらったら、はい、じゃあ次その一応サンプルギターはご自分でですね、はい、いつも弾いてらっしゃる環境で、はい、もうその店先で人目さらされてじゃなくって、うん、しかもいつも自分が弾いてらっしゃるギターと弾き比べて判断してもらえませんか、うん、っていうことが、はいをできるトライアルサービスって名前つけて、はいはい、で次の提案第2段目の提案するんですよ。だから少しずつ階段上がっていくと、これ階段を一歩ずつ上がっていってもらうのはこうダイレクトマーケティングの背負いらしくてね、はいはい、でそれで、じゃあ弾いてみたって申し込みあったらば今度ギターを送って3日も弾いていただいて、うんうん、今気に入らなければ返していただくで OK と、はいはい、で気に入ったらそこから先はそのさっき言ったカスタマイズのスペックのね、うんはい、打ち合わせをやると、うん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 、で この辺の一連の作業をずっと全部メールでやってたんですよ。そう、なるほど。と、はい、で僕お客さんに直接お電話するってことほとんどないんで、はいはい、ほとんどメール で、はい、でやってるうちにお客さんの方もその方が便利でいいようなことだったんですよね、うん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 、ところがさ最初のそのページ見ていただいて CD を申し込んでいただいて次ギターは弾けませんかとサンプルを、うんうんうん、で弾いていただいていかがでしたかみたいなことを順番にこう大体定型のほらうんメールをこう出します。まあそうですよね、はい、でそのあのひな形作っておいて、はい、宛先のお名前をコピー上で入れ替えるとかいう程度で言うじゃないですか、うん、あとはもうパチッ。そうですね、そうですね、はい、でそんなことを毎日やってたんですよね。はいはい。であれふと気がついたんですよ、うん、こんなものは全部プログラムでできるんじゃないですか。そうですね、はい、まあ今聞いてて普通に作れますね。そうでしょ。で僕はそんな発想が全くないもんですから、もう面倒くさくてしかないですよ、はいはい。でこういうのそのコンピューターなんてすごいものを使ってるのに、はい、そうですね、その A さん、B さん、C さん、D さん、はい、どなたにどこまで行ったかっていうのこれこんなの表を作って鉛筆でチェック入れてたんですね、はい、あ、紙でそう、はい、紙でね、はい、はっと気がついてこれちょっともしかして俺ってすごくバカバカしくなってるんじゃないかと思ってね、はいはい、それで、あ、そうだ、あのその、まあ、今までいうステップメール順番に出ていくっていうのは自動配信のプログラムできっとあるんじゃないかと思って、うんうん、検索したら日本にはまあそんなにあの手頃なとか安いのはなかったんですよ、うん、なんか何百万してたな、はい、今やったらね、今だったらね 10万、いや本当全然違うと思います。そうですね、買い取り型でも数万円とかありますよね、あるでしょ、ステップメールは当時ね、ちょっと名前出さないけど、あるそのコンサルの方が主催してはるそのグループ勉強会のための、うん、ツールで入会しないと使えなかったんですね、はいはい、でその入会しない場合だったら多数百万なんて話返ってきたもんですから、はいはい、そんなにお金ないしそれほどのもんでもないでしょうと思って、そうですね、それだったら手動で人力でやった方がいいですね。そう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 、はい、いやそれでまあそれでちょっと話長めで続めると、はい、じゃ自分で作ろうと思って、はいはい、でまあいろいろお声掛けさせてもらって、はい、あの医者の方手挙げてくださって、うんうんうん、で、医者じゃなくて奈良社か、はい、うち一つは東京、一つは浜松だったかな、うんはいはい、残り5つのうち4つが大阪で最後の1つは神戸の会社だった、はいはい、で最後の神戸の会社と非常に馬があってサポートのことまで面倒見てくれることになって、まあ、近いですからね、そう、はい、そこで提携したんですよ、はい、でそれで初めてが2004年、4年だったと思う、4年、はい、まあ、それでまあ自分要するにね自分に必要なものが、がいると思って、うんはい、でそうするとねネットショップしながら、はいセミナーやワークショップで人様にちょっとお教えしながら、うんうんうん、あのウェブサービスを提供することにもなっちゃったわけですよ。なるほど、そうですね、それ自分のために思ったんだけどよくまでこれ人様に使ってもらっていいなと思って、そうですね、はい、それで初めてそれから2年ほど経つんですけど、その2年ほど経って今度は、うんネットショップの ASP サービス始めるんですよ、伊藤さんが、うん、あ、そうなんですね、はいはい、これあの神戸のある会社、お茶の子ネットっていう会社なんですよ。あ、わかります、はい、はい、あれ神戸の会社なんですか。神戸なんですよ、はい、今でも神戸なんですよ、はいはい、で実はさっき言ったオートステップ迷路を開発制作してくれた会社さんがあって、はい、そこと一緒にその、はい、やることがあったんですよ、はいはい、その会社もあのずいぶん長いことそのネットショップ の, その構築の仕事もずいぶんやってはったん で、うんはい、でそろそろなんか自社のブランドでもってサービス提供したいという話が思ってらしたんでしょうね、うんうん、で僕はここで逆にねオートステップメールだけではあかんっていうのあかんっていうかその要するにネットショップがちゃんとできないから、うん、伊藤さんそのメール以外にショップサイト作れるな、はい、なんかいいのないのっていうのは、はい、今話入ってきたんですよ、うんうん、黒猫山と宅急便さんとかね、はい、うちよく来るからね、はい、うん、その話してたらあそうなんだいりますよねって言ってて、はい、
で、そのメールか、ステップメール返してくれた会社でちょっと相談しようと思ったら、向こうから電話があって、はい、同じタイミングで、はい、いや同じこと考えてましたんですよ、なんてで、そこからその開発スタートして、まあ、土台も持ってはったんで、うん、で、まあ、ちょっと身内を褒めて悪いですけど、ものすごいレベル高いですから、うんうんうん、で、パッパッパッと、まあ、でもどうやったかな、半年以上かかったかな、はい、で、作って、はい、まあ、とりあえずベータみたいなの作って、はい、で、出して、でもその当時僕の会社と、向こうの会社との共同プロジェクトで、はい、ここが面白いです。ここはもうコワーキングの話につながってくるんですけど、はい、そうですね、ようやく出てきましたね。そうそう、全くプロジェクトなんですよ、はいはいはい、で、まあコラボですけどね、考えると、はいはい、そうですね、はい、で1年ぐらいそれで運営してたらば、はい、ユーザーさんが2000件超えたのかな、はい、ショップは、はいはい、今多分ね、1万そうですね、8000件ぐらいあります。え、その一緒にステップメールを開発された会社がお茶の子ネットさんの親会社なんですか？そう、親会社じゃなくて同じ会社、同じ会社ですが、ステップメールを制作した開発チームなんですよ、つまり、はい、え、つまり伊藤さんがそのステップメールを頼んだその会社さんが今お茶の子ネットの運営。そう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 、で、あ、ついでのことはオートステップメールを今そっちに移管してそっちやってもらってるんで、はいはい、で、2004年、ごめんなさい、6年か。じゃ今でも業務提携関係にあるってこと？提携関係ないんですけどね、はい、僕はちょっと、4年前にもうそこ辞めて、はい、まあ、自分のことやると思ってこっちやってるんですけど。そうなんですか。それで、うん、そのコネットは知ってますよ、ね、うん、で2000年超えたんで、はい、ちょっと、このままなんかコラボでやってるともよりもちょっともうちょっとこう社会的にちゃんとこうしといた方がいいんじゃないっていう意見が出て、はい、じゃあ、共同出資してお茶のコネット株式会社で作ったんですよ。伊藤さんの資本も入られてるんですか？最初はね、はい、もう今なんですけど、はい、もう抜けてたから、はい、でそこで、はい、そのそれが2006年かな、2006年6月だったかな、あ、お茶の間にとって2006年以降なんですね。そう、あ、そうなんだ、もっと前からあるのかと思ってました。いやいや、はいはい、それで始めた、はいはい、でそれでまあそのまあいよいよそのウェブサービス提供側に、うんうん、まあ、なってんですけど、うんうん、でいよいよですけど、それと並行してさっき言った商工会所のなんだかんだってこう、うん、教える立場でいろいろやってくるんですけどね、はいはい、呼ばれて行ったりするんですけど、はい、として今でもよく呼ばれるんですけど、はい、自分の勉強会って作りたいなと思ったんですよ。お、はいはいはい、でそれが今言 う、ね、あのネットマーケティング研究会、ネマケンっていう、つづめてネマケンって言うんですけど、はいはい、ネットマーケティング研究会っていう勉強会を、うん、はいはい、2008年の 4月か、うん、はいはい、だからお茶の子2年後かな、起こすんですね、はい、ほんでその最初4人ほどしかいなかったんですけど、まあ徐々に増えていって、うんうん、それを月1回ないしは2回ぐらいのペースでずっとやっていってて、うんうん、で来週、あ、今週か、今週70回目なんですよすごいですね、はいはい、よう続いたらと思うんだけど、はい、そうですね、はい、4年ちょっとですかね。だから4年ちょっとでそれぐらいってことは月に1、2回か。そうなんです。そうですね。1回の時期とね、はい、2回の時期と、はい、また今1回なんですけど、はい、やっててね。すごいですね。うん、はい、それは実はね、ネマケン、あ、ごめんなさい、コワーキングを起こす、うん、きっかけだったんですね。で、2008年始めた当初はね、はい、この間のちょっとフォーラムでお話したんですけど、僕は、はい、品川の、いや、この間23日に兵庫県でイベントやったんですよ。県主催、え、県主催、兵庫県主催でコワーキングをしろっていうイベント、はい、まあ、僕はちょっと企画持ち込んだんですけどね、はいはい、やろうって言ってくださ、はい、はい、120人集まりました、ね、あら、すごいですね、うん、あ、それビデオ撮って YouTube、YouTube に流れてますんで、はい、ちょっと後で言ってみよう。どういう人が来てるんですか？ちょっと話しとれちゃう。コワーキングをやってる人と やりたいなと思ってる人と、はい、あと県の職員さんとかね、はい、いろんな人、あ、そうだね、ビジネスマンとか、うん、はい、そう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 、僕は、まあ、ちょっと後の話しますけど、ね、僕は地方行政とね、いろいろこう何て言うかな、こうタッグを組んで、うん、地方自治体が何らかの形でその、関わるようなに、はいはい、で、はい、をそのコワーキングを各地に作っていきたいと思ってます。あ、そうなんですか、うん、その地方、例えば、まあ、変な話、その、まあ、神戸の地方だし、首都圏ではない、いないところ、まあ、例えば、まあ、岡山県とか、そうそう、鳥取県とか、そう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 、まあ、岡山は一つ、二つ、今、一つでき始めているんですけどね、はい、とか、まあ、同じ、例えば、兵庫県の中でも、
例えばですよ、うん、どこかないとこか、高砂越とかね、うん、あと日本海の方とかね、はい、日本海の方、うん、六甲とか、うん、日本海か、六甲は日本海じゃないですけど、ね、ちょっと僕土地かがないんで、もっともっとだから、兵庫ってそっか、日本海ってつながってますもんね、いや要するに中央、はい、中央都市でもその、はい、人口少ないとかでもそういう仕事、はい、IT を呼ぶ吉本してる人たちがいるんだけど、まあ、奈良の市場があったり、ね、うん、東京行かないとか、うん、大阪行かないとかいる人たちがいるはずなんですよ、いるんですよ、それをうまくこう、なんか、うまくこうなんか形にして、はい、ちょっと後ではしゃべりますけどね、はい、まあ、その子喋ってたら表現がちょっとつながってて、はい、つながって、はい、すごく関心持ってくれて協力しますって、でも企画したら、うん、ちょっとじゃあやろうってなって、うん、まあ、それが第一歩なんですけどね、それ組合 の活動の第一歩なんですけどね、なるほど、うん、まあ、そこで喋ったんですけどね、はい、そこで喋ってたんですけど、ネマ君っていう、はい、そうそう、ね、勉強会始めて、最初は僕にちょっと、はい、僕は一方的にこう、うん、わーってこう、はい、教えるっていう、はい、教えてやるぞみたいな、はいはい、すごくなんかこう、あのこう、あの傲慢なね、いやいや、だから要は、セミナー形式ですよね、そうそう、先生と、まあ、生徒みたいな感じですよね、そうそうそう、はい、いい、分かったなんて言ったら、ね、はい、やってたわけですよ、はいはいはい、やってたんだけど、はい、何回目かの時にね、はい、何回目かな、10回もならない時だと思うんだけど、やってた半年ぐらい、そう、はい、時にこうあの聞いてらっしゃる方にちょっとこうお話振ったわけ、うん、で今こうなんだけど、どうですか A さん、うん、こういうのをお聞きになってって、うん、って言ったらば、この人の方が僕が喋った話でうんと面白い話したんですよ、あ、それ A さんがね、そう、それよ、すごいね、はい、面白いな、はいはい、で次 B さん C さんでみんなを、はい、回ってしていくと、はい、まあ、それぞれこうなんていうかな、レベルって言い方は僕はあんまり好きじゃないんですけど、こう、はい、あのその取り組んでる立場が違うとか、はい、あ、やっぱりあのそのキャリアが長くて短いとか、ね、あるんだけども、はいはい、何がするかというと、はい、ネットショップのオーナーさん、当時ね、ネットショップのオーナーだけだったんですよ、はい、が、あ、ごめんなさい、制作者の人が来てたんですよ、はい、当時から、はい、それがまた後話する、はい、その別の特徴なんだけど、うんうん、でそれぞれの立場で自分の経験とか、うん、その、はい、体験とかその知見で持ってお話するでしょ、はい、で本とかネットで溢れてきてるその一般論じゃなくって、うん、私の場合はって話するから、うん、すごくリアリティがあって、何かつ同じ自分とネットビジネスやってる人の言葉だから、うん、説得力が違うんですよ、うん、でよく考えたら我々コンサルの言ってることって大体一般論なんですよ、うんうん、あんまり個別のこうカスタマイズした話、はい、マンツーマンで泣いたりしませんできないでしょ、そうですね、うん、だから、あ、これは面白いと思って気がついて、はいはい、つまり10人集まったところへ僕が1人ポコッと出てきたんですよ、うん、1対10で喋るよりは、はい、10対10で喋ったからよっぽど情報量も多いし、そうですね、バラエティ飛んでるし、はい、それぞれの経験も聞けるし、そうそうそう、はい、ものすごいリアリスティックだし、はいはい、スティックだし、うん、で、はたと気がついて、あ、もうこれ変えようと思って、うんうんうん、その自分の会からはもう最初はね、僕ちょっとネタを出してくるんですよ、例えば Facebook のなんとかかんとかっつって、はい、あ、お題はもう決まってないですね、お題があって、はい、で、はい、それをそのレクチャーするんですね、はい、概要、例えば Facebook の広告って今度こういう